こんばんは、コレステローラーズでーす。はい、どうもありがとうございます。ホイホイサタデーミュージックの朝日さん、誘っていただきまして、1年ぶりの出場かなと。去年の4月に出させていただいて、メトリテ側の、出演させていただいてなかったんですが、久しぶりに出させていただいて、この熱気に非常に今、みんな緊張してますね。緊張して、やっていきたいと思います。コレステローラーですね、学生時代の、バンド仲間、男の おっさん5、6人組でですね、最初はまあ始めたんですけど、去年ちょっとボーカリストが、仕事でちょっとこのお二人の、女性が入ってくれて、今新生コレステローラーズがございます。今後またちょっと変わっ今までと変わった、音楽をやっていこうと思ってますので、またよろしくお願いします。ということで、次の曲は昔のちょっと古い、多分これ70年代かなと思いますが、ドゥービーブラザーのリスン・トゥ・ザ・ミュージックいきたいと思います。
まあこういう2人の、ボーカルコーラスと、4人の、メンバーで、6人でお送りいたしておりますコレステローラーズです。はい、トゥービーブラザーズのリスントゥザミュージックの後はですね、カルロス・サンタナと、ミシェル・ブランツのですね、ゲームオブラブ、これをお聴きください。はい、Oh,
串のかけらを探しに行こうというあの福耳っていうねあの有名なバンドの、ヒット曲なんですけども、そちらを心を込めて歌いたいと思います。Ha ha ha!
ね、お待ちかねの、我らがメンバーのですね、ジャンキーボードを触っているタリアさんたちがですね、オリジナルの曲を作ってくださいました。作詞作曲1曲だけオリジナルの歌わせてください。時間を船に乗せてという、時間を船に乗せて、じゃあそれ、時間この会場を今日はしていただいてですね、で時間というのは皆さん時間というのはミルカさんに歌っていただけると思いますので、
あれですね、あれですこれはですね、リーダーの若津さんがですね、ドラムスの、私が絶対歌った方がいいよって言って、選曲してくださったんですけども、ダーリンっていう曲があります。ちょっと、まあ、ごめんなさい、オーダーリンでした。私がダーリン何っていつも言ってるんで、ダーリンって言っちゃったんですけど、オーダーリンですね、はい、この曲をじゃあ歌いましょうか。I never knew you before.
Thank you.
の今行きのライブハウスで、モータージャーナリストの清水和夫さんのトークショーとコラボで、ライブをやる予定です。もしよろしければ、Facebook を見ていただくとその辺が出ておりますので、ぜひぜひお越しくださいませ。最後にですね、ビートルズのクエスローじゃない、ビートルズの、愛想ハッサニングでアビスに送らせていただきます。どうも本当に今日はありがとうございました。